うわお。皆さんこんばんは。霊夢、階段の周りを走り回って一体どうしたんだ？今からこの階段を中心に神社を作っていくわよ。まあちょっと天気が悪いけどね。なんかこの雨おかしいよな。そんな神経質なことを言ってると工事できないわよ。というわけでまずは崖工事。霊夢、崖にしまくりの道がすでに施されてるんだが。これは最新のアップデートで実装された便利機能よ。ちょっとドレミさんにこのお勉強セットを何か使えそうなものと交換してもらおうかな。お勉強セットを交換します。はには、私の松と、神社に最適な家具だ。さてさてどこに飾ろうかしら？松はでっかいからなるべく目立つところに飾るのが良さそうだぜ。とりあえずこの崖工事を終わらせるわよ。やっぱり松を飾るのなら浮島でしょ。日本庭園でよく見るやつだよな。ちょっとチーフさんごめんね。結構周りが混雑してきたな。ドレミさんなんて掘ったばかりの池で釣りを始めちゃったしね。ごめんねドレミさん、まだお魚は湧いてこないわよ。これで松を飾れそうだぜ。いい感じいい感じ。あとは手前にも池を掘っていけばうまい具合に浮島の一本松の完成ね。なかなか風情のある仕上がりじゃないか。これで工事は終了かな。あとは家具を並べていくだけの簡単なお仕事だな。さてさてさて、まずは神社の本殿から作っていくわよ。必要な家具はもう準備できてるんだな。完成図は頭の中にバッチリ思い描いてるから何の迷いもないわー。神社の本殿は出入りできるようにするつもりよ。なるほど、それでお膳とか座布団を置いたわけなんだな。あ、先にある程度建物の外観を決めておいた方がいいかな。おお、ケロッピの廊下だ。ケロッピの廊下は和風な建築物を作るときは使いやすいからおすすめ。それとオリエンタルな柵も神社との相性が良さそうだよな。まあ他に神社に合いそうな柵っていうのがないんだけどね。そう言われれば思いつかないぜ。柵だけじゃ物足りないから上りとか行灯も飾っていくわよ。その上りなんて書いてあるんだ？文字じゃなくて絵だと思うんだけど。よく見ると谷氏に見えるな。全く見えないわよ。マリサの意味不明なボケは置いといて本殿の中を作っていくわね。その和ダンスはもしかして。素敵な賽銭箱よ。集めたお賽銭は僕のところで使ってほしいだもん。うるさいわね。最近タヌキチも儲けが少なくて困ってるんだろうな。そんなの私の知ったことではない。冷たいだなも。うおうおうおう。今のイニシエの彫刻の出現の仕方がかっこよすぎだぜ。さあいよいよ建物が半分近く組み上がってきたわよ。いろんな細かい家具を組み合わせて建物って作っていくんだな。いろんな家具を使うのが個性の出しどころだと思うのよね。確かにそうだよな。本殿は完成。あとはオリエンタルな柵で囲えば OK よ。手前には盆栽棚とか狛犬を飾っておくわね。アンドンもいい味を出してるじゃないか。さあ次は参道を飾っていくわよ。どんな風に飾り付けしていくんだ？ここはちょっとした休憩場所なんだけど近くに大きな建物を作りたいわね。それと池の周りにアヒルがいると賑やかになりそう。手を洗う場所もあればいいな。それならこのヒノキ風呂を手水場として使ってみるわね。それと和風なベンチとお散歩中のワンコをここに。この作りかけの建物をどうするのか決まったんだな。超豪華な家具アズマヤを用意してきたわよ。アズマヤは圧倒的存在感だぜ。さあいよいよ一番目立つ場所、神社の入り口を作るとしますか。光ゴケの石像を狛犬代わりに使うのか。石獅よりも神様っぽいでしょ。仕上げに空港から神社までの道を作っちゃうわね。空港からすでに和風なのか。竹垣と竹を組み合わせるだけのシンプル設計だけどそれなりに雰囲気が出るでしょ。確かにそうだぜ。この竹垣の横にお花見提灯と竹のスツール、アンドンを並べていくわね。これぞ純和風って感じの入り口だぜ。さあいよいよ完成よ。まあざっとこんなもんでしょ。あのちょっと霊夢さん遊んでないでちゃんと島のお片付けをするだなも。なんなのよタヌキチ。島の片付けで家具が収納に入りきらなかったら120万ベルで収納拡張工事をするから待ってるだなも。ちなみに今の段階で収納の空きが1128もあるんだから楽勝でしょ。あ、そういえばこの麦畑って一つ一つが家具なのよね。そうそう、雑草や野菜とはわけが違うんだぜ。ってことはここのエリアだけでもかなりの家具の量があるってことよね。霊夢さんもしかしてピンチだなも。こんなに麦畑が密集してるのはここだけだから大丈夫、問題ないわよ。ネギがないと脇や低木や柵を結構使ってるものな。だから家具は意外と少ないはずよ。ちょっと不安だからドレミさんの家を片付けた段階での収納数を確認。やばいねやばいね、霊夢さん残り収納数が1000を切ってるだなも。ちょっと黙っててくれないかしら。さあ次は思い出深い田舎の学校を解体するわよ。この田舎の学校のしまくりの動画がネギがない島第2期で一番再生されたんだよな。おっとおっと、ここでリリアンさんからお呼びがかかるなんて。まあリリアンさんから声をかけられるとお断りできないぜ。招待されたらあのマリサがいつもやってるやつをやらないといけないわね。あたいが引いたのは読んだよ。マリサのような深読みはしないわよ。あ、素直に大きいを選んだ。なるほど、このゲームの闇がよくわかったわ。
ハイアンドローゲームに期待するのはやめた方がいいわね。確率の良さそうなのを選んでも勝てないからな。ちょっとコメントで聞かれたことをお答え。この絵はフェンスをリメイクすると付けられるやつなんだぜ。マイデザインじゃないので誰でも使えるわよ。それはそうと、この学校も家具をいっぱい使ってたんだな。特にフェンスが多い気がするわね。あれ、レイムさん、これは大ピンチだな。もいちいち出てこないでよねー。学校を片付けた段階で空き収納数が900を切ってしまったな。案内所前も、和食屋さんも家具が少ないから大丈夫大丈夫。なんか霊夢のお片付けを見ていると、少ない家具でしまくりをする方がいいかもって思えるぜ。それは言えてるかもね。このミッチェル君の駄菓子屋は棚の上までぎっしり家具が乗ってるわね。小物ばかりだから一見家具が多いようには思えないけど、結構密度が濃いよな。霊夢さんやってしまっただなのね。いやいや、まだまだこれからよ、タヌキチ。ほらほら、800近くもまだ余裕があるんだからね。この田舎の公園も、チークさんの家も、テンジさんの家も住宅街だから家具はめっちゃ少ないし、ジャスミンさんの家に至っては庭は豪華に見えるものの、一畑で構成されてるから全然家具なんて置いてないわよ。今のところ残りの空き収納数が625だな。もうすでに半分くらい片付いちゃってるから余裕余裕。安心して見ててちょうだいね。この山奥の温泉なんかは一つ一つの家具がでかいから、家具はめっちゃ少なそうだぜ。この山ともお別れなのね。作るのが大変だったよな。最後の思い出にこの上に登って廃工場を見下ろしちゃうわね。あの廃工場の家具の密度がかなりヤバそうだな。も一面家具がびっしり。見なかったことにしましょ。というわけで商店街を先に片付けるわね。ここもめちゃくちゃ家具が多そうなんだが。マリサ、収納に入ると信じて家具を片付けるわよ。そうだな。早いところ120万ベル払う方が楽になるだな。も、なんか払うと負けな気がするから絶対嫌よ。僕は気長に待ってるだな。も、気長に？催促しているようにしか見えないわよー。商店街を片付け終わった段階で残り空き収納数は382か。いよいよ収納の限界が見えてきたけど、塔の片付けもそろそろ終わりなのよね。ぶどう園はパーゴラが場所を取ってるから家具は少なめだよな。配線になった駅も家具は少なめ。さっき山から見下ろしてちょっと頭がクラクラした廃工場を片付けるわね。この廃工場は秘密基地でもあるからおもちゃとかが結構置かれてるんだよな。それと手前にあるフェンスも何気に家具を多くしているポイントなのよね。さあ、ここを片付けた段階での残り収納数は278ね。霊夢さん、そろそろ預金を下ろす用意をするだな。も、そういえばリリアンさんの家は全くの手つかずだったわね。箱とか農作業の道具とか結構数がありそうだぜ。リリアンさんの家の奥はジュン君のカフェと城下町なんだよな。ここも小物がめっちゃ多いじゃないの。右隣の採石場はフェンスがいっぱいだな。も、誰なのよ、こんなにフェンスを置いたのは。霊夢さんだな。も、あ、お片付けって大変ねー。とうとう収納できる数が83個になってしまったな。もうダメかもだけど、やれるところまでやるわね。霊夢のお城が消えていくぜ。家具を取っ払っても結構見栄えがいいじゃないの。これぞ僕のリフォームの凄さだな。も、それはあながち否定できないわね。この遊園地の家具の量を見ると収納数がいっぱいになるのは明らかだぜ。でもね、マリサ、私一つ秘策を思いついたのよね。さすが霊夢だな。それで秘策って一体？とりあえず収納をいっぱいにしてしまうわね。収納がいっぱいだからこれ以上はしまえないよ。それじゃあ一旦部屋に入るわよ。この部屋は壁に全然家具を飾ってないからちょうど良さそうね。お、もしかして部屋の壁中に埴輪を飾っていくわよ。それと天井家具もね。こうしておけば一時的に部屋を収納代わりに使えるな。あ、でも綺麗にしてる部屋ではあまりやらない方がいいかもね。めちゃくちゃ見栄えが悪くなっちゃうものな。天井家具は全部飾ったから、あとは埴輪をどんどん設置するわね。というか、霊夢の収納に一体何体の埴輪が入ってるんだ？数えたことがないからわからないわね。部屋のキャパがパンパンでこれ以上物が飾れないよ。壁にまだ空きがあるのにどうしてなの？霊夢さん、案内所でお待ちしているだな。も、何を言ってるのよ、タヌキチ。収納の空きが増えたんだから勝負はこれからよ。霊夢さん、すぐにポケットがいっぱいになってますよ。この空いた収納数に収まってくれないと困るわよ。霊夢、あと51個だぜ。というか、なんでこんなに砂浜に家具があるわけ？前でがなしのしまくりだったのが原因だと思うな。なるほどね。今釣ったサメは売るから収納はしないわよ。もう収納限界に近づいてるな。さあ、残り空き収納数は14個ね。もう砂浜に物が残ってなきゃいいんだけど。マリサ、明らかに14個以上の家具が残ってる。今後のことも考えて収納を増やすとしますか。それじゃあ霊夢さん、120万ベルありがたく頂戴するだな。もう私の努力の結果が、静江さんの表情が何とも言えないぜ。というわけで次回、
次はしまくりの道なしでやってほしいです。こちらのコメントを採用するわよ。難しいお題だけどな。それじゃあまたね。もももー。